日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷地域西八西八は岡山県倉敷市倉敷地域にある地区である。かつての浅口郡西八町にあたる。現在の西八小学校区にあたる。本校ではその前身である浅口郡西八町、朝鮮当初の名称は河内町についても述べる。倉敷市街地の西部高橋川下流左岸に位置し、 三日月城の形をした地域である。西八町、西八町西原、西八町神殿、片島町からなる。地区の土地のほとんどは河川の堆積と神殿開発による低平地で占められ、約1万5500人が居住する。地場産業として、イグサ製品が有名で、萩原工業創業の地である。かつて、駅のある旧市街の周辺は、 稲作やイグサ栽培が盛んな農業地区で、道路事情は遅れていたが、近年になって、旧市街を囲むように、国道2号玉島バイパスに、県道か佐岡線とそれらを結ぶ、都市計画道路等の整備が進み、東に隣接する中洲地区の大型ショッピングモールの進出等の、環境変化により宅地開発が増えている。古代には、キビの穴会と呼ばれる海域で、 高橋川の当時の川口沖であった。その後、高橋川の運ぶ土砂の堆積作用により、干潮時は、干潟が広がるようになり、あち方と呼ばれるようになった。1926年に高橋川の改修工事が完了するまでは、東西の高橋川に挟まれた地域内で、その中の西側に位置していた。明治35年9月30日に、西あち村、 高内村が合併して河内村となり、現在の範囲が確定。大正11年の調整制を経て、同15年1月1日に西八町に改称した。これは河内の地名の由来が東西の高橋川の間に位置することであったが、前日の高橋川改修工事のより東、高橋川が廃川となり、河内の地形でなくなったためである。 かつては米やイグサの栽培が大変盛んで代表的な特産品に花園があり全国屈指の産地であった近年は生産量の減少とともに原料のイグサ栽培の衰退から PP を使用する業者が多くなっている西あち西あチ地域の中核をなす地区である住所表記地図表記は西あち町地区内はほとんどがかつては海域で 近世の干拓による地であるが、一部は古くから陸地でありで、新屋敷集落からは、弥生後期式の土器が多く発掘されている。近世に入ると、干潮時にあち方という干潟が広がっていたため、その干潟を干拓し、神殿が多く開発されるようになる。元那2年に、西八村の十二干しりと丸川の地を開発して、神殿を造成した。十二干しりは、 備前岡山藩領、丸川は、元禄十年に、新見藩領となる。戦国時代、天正年間から、毛利氏の勢力下となっていたが、江戸時代になると幕府領となり、当時松山にあった、大藩書の管轄となり、大藩の小堀氏の支配下となった。地名の由来は、諸説あり、古代の浅口郡あちざとに否定される地であり、比較的、近いところにあったとされる。 久保屋郡あち里に対して、西方にあることから、西あちとする説が有力である。他に、あち方を干拓してできた地が大半である地であるため、あち方の西に位置することから、西あちとする説もある。幕末の、備中村間には、浅口郡西あち村、備前稜線船37国4と9号、松井彦衛門。また、二位四百443国9と8章3号。 丸川信太郎とある。明治期になり、明治24年7月に同地に、現在の JR 山陽本線の前身である、山陽鉄道が開通。国鉄になった後、大正9年5月25日に、西八駅が開業した。昭和期までは米、イグサ栽培と花園の製造で栄えたが、現在は、幹線道路が近くに造成されたため、宅地や商店、企業が、 大幅に増加。人口も急激に増加している。西八神殿住所表記、地図表記は西八町神殿。倉敷地域の南東部、水島地域の北東部に位置する津良島3階の北部にある平地に位置し、西八地区の南端部になる。東西に長い領域を持っている。三日月状の西八地域の領域のうち、南から南東へ突き出たような形となっている。 西部は同地域の片島、北部に中島、東部は大高、南部は水島地域と接する。もともとは、木々の穴海の一部であったが、江戸時代初頭には、干潮時に、干潟が広がるようになった。寛永6年に、備前岡山藩が、干潟の一部を管託して、新田開発を行い、22丁余りを造成した。干文12年に、 岡山神殿藩の所領となる。開梱時には、かやの新田村と呼んでいたが、後に、西八新田村に改称した。明治期になると、浅口郡西八村と合併し、西八村の大技新田となる。その後、周辺との合併や解消により、河内村、新田、河内町神殿、西八町神殿と変遷し、旧倉敷市に編入合併すると他地域の神殿との、混同を避け、 大技を西八町神殿と称する。その後、新倉敷市となり、現在に至る。もともとは農業地帯で米、イグサなどを栽培していた。現在は道地生誕を国道429号、東端を岡山県道188号水島高線を、それぞれ通り、当地内は住宅化が進んだ。西原住所表記、地図表記は西八町西原。 西八地,地域内の北西に位置し、高橋川の東岸にあたる南北に長い地区である。元は浅口郡西原村と呼ばれ、関ヶ原の戦い後に江戸幕府領となるも、後に以前岡山藩領となる。元那2年に十二冠史里を開発して、さらに新田を増やした。あと、明治維新まで岡山藩領に属し、国高は855国7都に称号。 森谷姓の名主がいた。商方記に描かれた、備中小図には、浅口郡に、西原村が記載されている。明治になると南に接する片島と合併し、港内村、その後西八村と合併し、河内村、河内町を経て、西八町となり、さらに旧倉敷市に編入後、新、倉敷市となり、現在に至る。西八地,地域内の多地区同様、元は、 農村地帯で米、イグサの栽培が盛んであったが、現在は、幹線道路の整備などにより、宅地化が著しい。高橋川西岸の船尾地区とは、船尾橋で連絡している。高橋川東岸に位置し、西八地区内の南部にあたる南北に長い地区である。地区北端部に、片島山と呼ばれる、小高い丘があり、球場には、片島神社などの実社があり。 かつてはこの丘は島であった。周囲は海域であったが、長年にわたる高橋川の運ぶ土砂の堆積の作用により、江戸時代前期には、干潮時は、干潮が広がるようになった。そのため干潮の中の島であることから、片島と呼ばれるようになり、片島や県島などと表記されるようになった。南北朝時代の頃、豪族二階同士がこの島に城を築き、 足利氏に属したと言われている。江戸時代になると、慶長5年より、江戸幕府直轄領となり、元那2年に、島の周囲の日形を観択し、片島神殿を開墾した。寛永6年にはさらに日形を開墾し、新たに神殿を開発した。幕末の備中村間には、浅口郡県島村、828国4と6章7号5尺、名主には、中原賢造とある。 明治期には、北方の西原村と合併し、港内村に、その後西八村と合併し、河内村、河内町を経て、西八町となり、後には、旧倉敷市に編入、新、倉敷市となり、現在に至る。牧・東集落は、当地の南端に位置し、水島地区の良島町西の浦の宮浦集落と、大橋川を挟んで接している。宮浦水門の高橋川出口があり、 水は鳩の石の巻工事を倒した跡がそのまま地名になった。東集落で国道429号と岡山県道428号、倉敷西環状線が分岐する。東地北部を東西に国道2号玉島バイパスが通り、高橋川対岸の玉島地区へ高橋川大橋で連絡。また北東から南西へ旧国道2号が縦貫している。そのため、 企業、商店の立地や宅地開発が盛んに行われ、かつて米やイグサを栽培した農地は変貌した。企業では、玉島発祥でハエドリリボンで、シェア世界トップのカモイが所在している。平成24年9月末現在、ほぼ全域が西八小学校である。ただし、片島町の内巻、東集落は、隣接学区。 西八町の内岡山県道65倉敷、笠岡線及び岡山県道396号室中島線。異性は隣接学区となる。上記の中須小学校区にあたるところは西中学校。残る全域は第一中学校。西八町に関するカテゴリー。ありがとうございます。